お疲れ様です。メイビンです。今回もねライフイズストレンジの、えー、実況をしていこうと思います。でね気づいたのがこの画面さ右側にやるべきことってあるんだね。ちゃんと載ってるんだね。初めて知ったわ <laughs>。というわけであの服を先着替えましょう。シャツとジーンズでいいよね。運転したいんだって,だって毎日同じスーツだったっていうしいい時間を巻き戻せないのにだよ。<laughs> いいじゃん似合ってんじゃんパーカーっていいよねフー付きのどこだろうこことかかな本本はここじゃないここじゃないんだマジかこれはおあったんじゃないあーっやっちまった戻しましょうはい動かしますヘへへへ <laughs> それで大丈夫なそれ,でそれでもっかいぶつかったらどうするんだよよかったとりあえずゲットできましたね植物どうあミスっ見てたでもこれじゃあげれないねあーしまったセリフ飛ばしちゃったえっと他なんかすることないかメッセージはもう書かれちゃったもんはどうしようもないしなこれ何ちなみにスペースニードル見物で唯一私が写っている写真 お父さんの写真ちゃん。いいたあのホッケー見た時のね。そういう友人がいたのかな一応ここ来る前の友人たちかないいね。えで本ここら辺も見たしな。あとなんかないかな <laughs> こういうのもできんのああでもいいや。行きましょう。よいしょ。 どうやって勝手に入ったんだあの男はでここはあれだあやつや通知番号からなんか来たチャスハハハハあれじゃん絶対絶対姉さんやんお前やんっむしろお前しかいないだろむしろむしろちゃんと知らせてこいよあやべか,かぶしちゃった 500もう勘弁してよネイさんからだと思うけど <laughs> そうだねこのネイさんとのなん警戒うんぬんがないようにはな,なることもあったのかなケイトいるやっぱ校長先生との選択が結構重要なのかなどうしたあーかかえ頭抱えてるわ動画のこと知らねえんだがわしどんな動画あやケイトは動画の件で頼れる人がいない 母親に感動されないといいけどそうね校長先生からあなたが参加したパーティーで撮られた動画について話があると連絡しましたとあー考え直さないといけないかもしれませんきちんと話をしましょうなるほどまあお母さんもそのためにここに通わせてるわけではないとなんか酔っ払っちゃったっつってたよねどういうあれなんだろう忘れかけてたよ ケイトが笑った時の顔あー最近沈んでるんだずっとかわいそうケイト相当落ち込んでるよ、えー、ケイト本を持ってきたよ持ってきたぜねえなんで昨日デイビッドに絡まれていた時何もしてくれなかったあーこの話かあー正直に写真撮ったことよ証拠が欲しかったまずは証拠を集めようと思ってあんな人だと思わなかった でもマックスは心配してくれる高、ね、を取りました私はケイトの味方だよどうなんだ<で>それそれはどう伝わったんだろう正直に言っていく勘違いされてるの？私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでるほう。どうして、えー、どうしてっつってもこの子にもわかんないだろうパーティーに参加したのパーティーに参加したの長さして ボルテックスクラブのパーティーに行ったのあ<ー>完全に場違いだったもう誰とも顔を合わせたくないよ辛いとは思うけどっゃったんだ動画のことを話してくれたら助けになれるかもボルテックスクラブのパーティーに行ったら<う>いつの間にか大勢とキスしてたああそういう感じのパーティーなのかの間の記憶がない,の記憶がないらしくないらしくないってなんだ

それで想像できるだろうああ。そしたら家だったんかな、うん、その後は誰かが優しく私に話しかけてきて。そしたら、姉さんの声がして、首筋に針が刺さるのを感じてやべえじゃん。それでそれで確かなの 確かではありそうじゃない。それでって聞こえる。それで覚えてるの？はそれだけ。あとはわからない。来たら部屋の前で。<ー>体にあざとかはなかったけど、すごく気分が悪かった。パーティーの動画は誰のやわかんないでしょ。多分。ヴィクトリアかもそこにいたしやりかねないし、あのパーティーはやばいな、ねえー。でもこれは大変な事件だよ。事件だ。どうやったら動画を消せる。 無理だ拡散したものは全て消せない無理だ俺の動画も黒歴史も消えないんだ一度ねネットに拡散したらそういうのは消えないんだよ <laughs> 気をつけてね気をつけて今後も動画投稿しようねねいや別にこの子は動画投稿したわけじゃないけどねあー今のとかも選択肢変えれんのかなあどうすんだ戻せるんか戻せはできるんだうーん いやでもいいんじゃない今のでケイトのの HR ギガーの作品だねあーなんか病んでるねいやわかるよその今の状態とかを変えたくてそういうチャラ男集団の中にも飛び込もうとしたんだよねいやそれはわかるわけどうまくいかなかったしこういう事件に巻き込まれてしまったということだね地獄行きが書いてないだけマシ なるほど。いや教会教会がどうこう言ってたからもともとそういう何だろうねところに所属してた人なのかなはあマッシュオバさんって人は教会の人なんだろうねうさぎか写真撮れんのこんなかわいいウサギ初めてケイトはいいお母さんだろうな どういう事件をあいつはしてるんだろうあの銃持ってた。生きり2機。指図。写真図絶対引かない2機。指示受けない2機。あここ、ここ見れた。あれあ、やべいやべいやべい。先行しちゃう。おーなんかヒントになってるんだ、一応は。んー、なんかスケボー折れたりしてるね、この左側ね。全然取れてねえわ。もっとちゃんと探索した方がいいのかな。よいしょ、見る。 アリッサやステラと付き合いがあったなんて知らなかった。ああ、でも気合いそうだよね、ここの集団だとね、あとマックスもね、その間に入りそうだけど。ええ、ロウソク。父親に溺愛されてるんだね。ええ。はんはんはんいいね。ティッシュ。たくさん泣いたんだ。ああ<ー>。ティッシュが全然足りないよ。でも腫れてたしな、ケイト。 ケイトをどうにかできないのかえこれケイトの絵なんだわかるわいいねこれ絵本みたいだほんとにこれも見とこうもう自分を見るのすら嫌なのかやばいなこれはどうにかできないのか,<ー>か先,先ほどまでの選択肢どうなって出れねえんだけどそしてえ待って 本を返そう返してないまだ。ん？返してなかったっけ？ケイトは聖書にもメモするんだ。<ー>私は一度も教会に連れて行かれなかった。行く必要もないと思ってたけど、今は何を信じるべきかわからない。うん、そうね。これ宗教的な問題はね、あるよね。問題っていうか宗教は人それぞれなんでね。日本は特に何だろう。どそういうの意識しないけど。なんて憂鬱な部屋。 ケイトはそんなに暗くなかった最近まではあ本ここか衣服普段は超綺麗な部屋なのに彼女からしたら豚小屋だろうなあ本返そうマックス一つ聞いてもいい正直に答えてはい正直に答えます、うん、もちろん何ですか何,何だい姉さんに解放されたのかひどいことされたのか 確かめたいのあーなるほどなるほどえどうするべきなんだえ証拠を探す警察に行くいやなんか証拠探してる間にヤバいんじゃねえか説が私の中であるんだけど警察に。

承認うん、ケイトのことは信じてるけど、警察や学校からしてら、ね、私たしたちはすん知らずのお子様だし、もっと慎重になった方がいいと思うどっちだこれなんで何に対してほら、プレスコット家は、うん、それは俺も思うわ。確かに。もちろん、姉さんは報いを受けるべきだ,し、うん、べきだとは思う。許せないけど。 頭抱えちゃった確かにって思ったのかななるほど。ああ、それで。うん、それはいいんだ。それはいいんだ警察。警察沙汰になることはいいんだ。この子が危険じゃないかどうかだけを見たい。じゃあ、ちょっと戻,り戻ってみましょう。 もう一つの選択肢でどういう展開になるかを私は知りたいこうはこうは早送りのボタンを押してるのにあんま早くなんないんだよなここあれ本置いてからかよしよしもう一つの方の選択肢がどうなるか見てみましょう証拠を探すにしてみましょうね確かにたぶん動画の内容からして 主張は受け入れてもらえないと。ああ、それは大いにその通りだな。それを証明しなきゃならない。確かに、その薬を証明する必要がある。いや、学校は動画を見てどう思う?。うん、ケイトが不利になるだけだよ。確かに絶望的ってこと?。違うよ。ただ、これ以上ケイトに傷ついて、まあ、欲しくないだけ。絶望的ではあるな。どうしようもない。それが答えなの。待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。ああ難しい。 それまではみんなにビッチオバーリーされてればいいのもういいよいや難しいなんだこれどうすりゃいいんだいやどっちが正しいんだただ校長に話すのはやばそう何してるるんだか。かまででケイトの力にはなれななれっった。でももっとと。証拠を集めないとそうだな証拠集めないといけない気がするああどっちをあ私こっちだなあの校長に話したりするのはやばい気がするんだよね あのねぎさんにも行くしで多分校長としてはことをでかくしたくないはずなんだよ絶対だからああなってるんだと思うんだ <laughs> マックス飯通報エール来いよやった朝ごはん顔文字やめろ <laughs> 40分後って言ってああとちょいだつか40分経ちそうだねえっと立ってんのかんたってるわ 早く来いやってことだよね <laughs>。終了。じゃあ行こうか。さっさと。あジュリエットの部屋って今、いないよね。ただ、できるだけいろんな人とコンタクトは取っときたい。ステラの部屋とかも見てみよう。ステラがどんな人か分かってない。フフ感朝方じゃないんだね。朝方じゃないんだね。朝方じゃない。で、ここがケイと、ここはビクトリア。 ヴィク,クトリアガンガンコンタクト取ってこうぜここは誰ブルックブルックは不在ブルック不在、うん、とりあえずアクションはいろんな人と取ったかなここトイレかうんうんうんいいんじゃないかこんなもんかなよし行きましょう飯だ飯食いに行くぞ腹は減ったわねなんとやらってねありますからあウォーレンもいるやん ウォーレンだよねあれいやどうすりゃいいんだろうねあ中二病おじさんちゃんおっているいいっすねサミュエルさんサミュエ,エルだ。動物と語り合って,合ってる、まあっスギちゃんですねサミュエル<日>早起きですねあ早起きっすねおはようマックスうんだ。 そうだね。朝は静かですからね。一緒に目を覚ます、うん、動物について聞こう。まあ鹿みたいなのもいるもんね。東大の,のところにいるもんね。餌を探しに。<ー>ささやきが聞こえるんだ。森ではどんな動物を見たんだ。ああ鹿見た。ああこれだ。実は。メス鹿を見たんです。あれメスなんだ。ええ。じっと見ていて。 まるで何かを訴えるように。そうだね。君の守護動物だよ。守護動物。マックスは自分のと出会えたんだ。守護動物とかあるんだ。運命のならかも動物かない。守護神ならに守護動物かな。説得にないか。僕の守護動物はリスだしね。行えー。雪について聞こう。昨日の季節外れの雪のことはどう思います？うん、地球からの警告だよ。でも正直言って、僕は今まであんなの見たことない。 大切な朝のひとときを邪魔したくないのでまた後でなるほどねいつでも台風の予兆なんだあれはじゃあはあでも何ができるんだろうその台風に対してこの主人公はテイラー仲良くしとくかテイラはうんうん言い返さない

ケイトの動画について聞こうぜ。ケイトの動画、ひどいと思わない。彼女、すごい苦しんでるよ。せやね。それで。いいこぶって、実はビッチだったんだから。はははやっちゃうだろう。そういう友達。そういえば、私にも、そういう友達いたっけな。ママは認めてくれなかったけど。え?。口うるさくても、け。クロエのことなのかな?なかな。私のママなんて。はい。やっぱ、今のなし。うん、マジか。戻せるな。え?。 体悪いんかよいしょ体悪いんかお母さんお母さんのことお母さんが病気だって聞いたよ心配だよね何が,何があったんじゃ <laughs> 背中の手術よビクトリアがそばにいてくれたああそうなんだ今のあんたとケイトみたいに。私だって人を傷つけたいわけじゃない<ー>るなるほどだから話したかったのそうよかった そっかまあそういう自分が心痛めてるときに誰かがいてくれるのってほんと助かるからそれがビクトリアだったんだねテイラーにとってはあそれはひどいこと言ってても一緒にいようという気にはなるわなお羊番号何すかなんすか,なんすかいいって分かってるって来いよだからもう分かったって 何。ウォーレンももう寮から出てきてる。誰かを探してるみたいだけど。わしのことでは。何してるの。マックスを探してんじゃないの。ああ別に。電話を待ってるんだ。あ、そうなんだ。てか電話はもう出たんだけど。まあ。そんなことより、昨日は大変だったね。そうだね。昨日大変だったよ。ありがとうって言おうぜ、ちゃんと。そういえば。あの時はありがとう。超かっこよかった。うん、超かっこよかった。そのうちお礼するから。行けーっつってああ。期待しとくよ。ボコられた甲斐もあるってもんだね。 だね、ヒーローにでもなろうかな確かに、ウォーレンはまさに日常ヒーローだよ。あいつに立ち向かったんだも、ん。確かに、でも、君は俺を残して、女の子と、逃げたよな。確かに、かにもパンクっぽい子なんだけど <laughs> 知り合いりり合,い知り合いえー、黒いプライプライス。なじみのクロエ、くいプライス。すごく久しぶりにあったんだ。彼女が早そと車で現れたときは、ほっとしたんじゃないまあほっとしたんじゃないなんで姉さんに絡まれてたんだ。 <laughs> うん。うん、よ。姉さんが銃を持ってるのを見たの。あ、それ言いふらしたからさ、怒られちゃったんだよねー。ね対応してくれるはず。昨日の雪といい。最近はまるでディストピアだ。わかる。やばすぎなんだけど、この一体。猿の惑星シリーズ一挙上映だって。行こうよ。え。 パーティー行くっつったからこれうんって言っちゃうとブッキングすんのかなうん気晴らしにはちょうどいいかもねレトロもサルも大好きだしてっきり断られるかといいじゃん約束はしとこうぜ約束はしとこういろいろとちなみにクロエと飯食うのではどこでやるべきことリストこれだバスに乗ってダイナーに行くんだなるほどなるほどあバスに乗りに行くかじゃあここら辺で釘 かないや二十二分微妙行くか三十分ぐらいにしようしようと思ってるんだよねここのストーリーパート終わったらかなおなんか言い合ってないそこレイビットと姉さんが話してるってことはきっとケイトのことかなそれともレイチェルかそれともレイチェルいろいろ想像が広がるねもうな 多分、俺の予想だと、デイビッドさんあのー、クロエの新しいお父さんは、何かを解決しようとしてると思うんだよね。あ、出たあれじゃん、真面目ワンちゃん。なんだっけ、名前。忘れちゃった。めっちゃ、なんか、すごい、すごいインテリなこと聞いてきた人だ。あ、音楽聞こうとしてる。うーん、難しいね。あ、もう、話終わってる。 銃が1丁なくなったって話あったけどそれがネイさん持ってるのかなこれ戻せるあ戻せないわ今なんか戻す戻すタイミングがあったら戻してなんかできんのかなって思っちゃうからついついボタン押しちゃうわねえマックスどうなるんだろうね4日後だぜよっあそこか東大4日後に台風来るぜただでさえ行方不明とか話してるしなー あ、まじ、真面目は分かりやすいなあいつ髪型見た目すごい分かりやすいあいつやんってなるもんね名前忘れたけど <laughs> 名前忘れたけどうん仲いいケイトもあんなになっちゃってク,エクロエの家には一応今のところやべえみたいなデイビッドもいるしでなにネイさんの銃見ちゃったし なんか、裏でやばいこと起きてそうだし、もう踏んだり蹴ったりですね、本当にディストピアだよ。ザ・ディストピアみたいな感じになってるよね。やばいなぁ。でもここでね、クロエと飯食いに行けるからね、ちょっと気晴らししようぜ。まあ、普段からね、ずっとね、あの、気分沈んでるともう何もできないっすよ。仲いい友人と飯食いに行きましょう。ね、うまいもん食ってね。でなんかするんだったら、その、食った後考えよう。 まずはメシに集中うまいうまいという思考で脳のね海馬を埋め尽くそうシナプスをね充実させていこうお降りた <laughs> 何その会話時間を巻き戻さなくてもこのダイナーは昔のまんまだ何の話だよこの人は。 いろんな時代のアルカディアを知ってるんだろうなああ、アルカディアやべねなんかイライラしてるのかな話すとこうぜやべってる暇はねえ俺は億万長者だぞ <laughs> この宝くじが見えねえかバスが来たら監禁しに行くんだよ <laughs> ほんまマジでじゃあ媚び打っとこうぜ今のうちにい打っとこうぜこ自分で買えマジっすかおっさんおっさんついていきましょうか見つかっていきましょうか姉さんあの 何か困ってます困ってますまあねもうバスは来たのかしらネットの時刻表が使えないのあそうなのどうかなどうかないつもはすぐ来るんですけど、うん、仕事の面接に遅れたくないのああ<ー>それにしたってバスでニューポートまで行かなきゃ仕事探しもできないのよ景気悪いんですかいいように見える ああここやべえなあそうっすね適当なことは言わないでおこうかな時刻表ってどこで見れるんだろうクロエのやつはよ来いってことかママはなんか食わしてくれるよやったぜやったぜ食わしてもらおうぜじゃあでもここで一旦区切ろうかなうんそうですねあの店これだよね多分これがお店なんではい次は 次はね、その飯食うお話になります。で、ちょっとこいつ、こいつって言っちゃ悪いね。この女性の時刻表云々もちょっとね、どうにかしたいので、まあこの後ですね、よし、そこもね、チェックしたいので、またじゃあ次回に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。以上、ムービンでした。じゃあまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。